皆さんこんこにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。そのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましまょうということで人生設計のやり直しで一番大事なことは場所を変える付き合う人を変えるそして行動を変えるという3つです。で今は シリーズとして富裕層の人々との知り合い方、出会い方についてお話をしたいと思います。あ、いくこさん、えっと、あのマスさん、こんにちは。いつもお世話になります。ということで、えっとそうだ。それでどこでどうやって富裕層とつながることができるかっていうことなんですね。もしあなたがあの富裕層になるために頑張っている、またはあなたが仕事で富裕層と まあ富裕層のお客様を開拓しなければいけないそういった時にどここで彼らとと知り合えるかいいうことをお話し,しています、まあ、やはり昨日もお話ししたように趣味のの世界ででつながるっていうのがるといいいうう番思わけですねで今日は2番目なんですけれどもやはり趣味彼ら彼女らが何が好きかそこに入っていくそのファンクラブみたいなもんですよねそういったものに入っていくっていうことがいいと思います。 で私の場合なんですけれどもやはり、えー、富裕層の女性っていうのは多くの人が例外もありますけどエルメス好きなんですねエルメスシャネルルイ・ヴィトンこの中でもやっぱりエルメスっていうのが、まあ、最高峰っていうか一番お値段も高いし敷居も高いわけなんですけどやはりエルメスファンっていうのは多いわけですね。それで何があったかといううちょうど2000年 のあたりなんですけれどもまだ当時こんな sns とか facebook がなかったのでもっぱらそういう人々のつながりっていうのがあれなんだろうブログのようなホームページのようなそういうものが結構当時流行ってたんですねでやっぱりそのシャネルファンクラブとかエルメスファンクラブとかそういうものがあってで、私はやっぱりそのエルメスファンクラブみたいなところにあの 所属していたわけです別にそれがあの会社のエルメスの主催とかじゃなくてもう超熱狂的なそのエルメスファンとかシャネルファンの人たちがこの発起人となってそういうものがあったんですね。で私今でも覚えてるのがちょうど2000年ミレニアム用にエルメスは当時この布のバッグを あれ何枚なんだっけエールバッグとかって布のバッグを結構こう毎年出していてちょうどミレニアム2000年用っていうなんかこんなカラフルなバッグを出してたんですね。でそれを覚えてるのはその時にその私たちのオフ会っていうものがありました。ででオフ会ああの皆さんがじゃあ まあ私が発起人なんですけどやっぱり私はずっと裏千家やっていましたのでもう何十年も茶道をやっていますから。でそういういエルメスの なんかファンクラブとか友の会っていうとやっぱりお嬢様育ちの方が多いわけで皆さんまあ高校とか学生の時から茶道をやってる方が多いので私がんかみたたいななことを発起にやっっちゃったわけですよねあの流派に関係なくそれで別に着物も着なくていいからちょっと皆さんであのお茶室のある料亭みたいなところを借りてでそのお茶と。 あれしましまょうエルメスのお話しましょうみたいなことを発起人でやっちゃって多分やっぱり5 6人集まったんです、ねまあ、その定主の役をするお点前する人とあとお客様みたいにな56人集まってでどこか。 どこだだったんだろう横浜か東京かどこかのそういうちょっと料亭でお茶室のあるみたいなところでそこにメンバーが集まってオフ会ということででその私が「これパリの本店から買ってきたんです」っていう感じの,そのカラフルな確かミレニアムバージョンだったと思うんですけど限定版みたいなものでみんなでそれでワイワイおしゃべりしてたでその時に知り合った。 二人の友達、まあ、私たちだから3人今もうずっとあれ以来あれが2000年ぐらいだから約20年前ですねあれからずっと親友なんですよだからここなんですねやっぱり好きなものもうすでに何かのファンクラブとか好きなものっていうことはもうそこでつながりがあってやっぱりその。 好きな、まあ、私たちの場合はエルメスですけどエルメスの話し,しだしたらもう止まらないぐらいみんなエルメスが大好きな人たちでプラス茶道その表選挙裏選挙に関係なく茶道が好きまあたしなむっていうことは大体エルメスが好きで茶道がたしなんでる人その今今年からお稽古始めましたっていうのじゃなくてやっぱり高校生とか。 大学生からやってる人って、だいたいお嬢様育ちの人たちはやってるわけですよ。私たちの世代だと。だからそこなんですね。やっぱりお育ちのいい、そのだいたい富裕層のお嬢様、元お嬢様ですよねが集まるところっていうのは、そういうところなんですね。ブランドだったら、やっぱりまあ、あの高級ブランドが好きで、で、その茶道をたしなむっていうのは。これはちょっとキーワードだと思います。その。 生け花とかフラワーアレンジメントと違って茶道を10代20代からやってますっていうのはちょっとしたあの正真正銘のお嬢様育ちの方が多いんですね。やっっぱり茶道っていうのは 教養の部類に入りますからそれはあの今ねあえて映画でキキキリンさんの映画がちょっと出たからだからそれきっかけに茶道をしてみたいっていうのとは違うわけですねもう10代から作動をたしなんでいいいるる人々っていうのがいるわけですだからそういった意味でもし女性で富裕層の,あのお育ちのいい人々と <laughs> あの知り合いになりたかったらやっぱりそういうもんですよね。ブランドだったら あるブランドで昨日お話し,したように運転している車だったらああいうやっぱり同イ車とかを乗っているとかそれから趣味はっていうかまあ むっていうのがあもう10代から茶道をやってますもう免許開伝ですみたいなねちゃんとそういうお茶名まで持ってますっていうのをサラリっと言える人々っていうのがこの世にはいるわけですだからそういう人々と知り合うでそういう人々が好きそうな場所そうやって「お茶会しましょう」「はーい」とかでこう手を挙げてあのお洋服なんだけど一応みんなあの作法は心得ている人々とかそういうところに 出かけていくそれであのいつも言うようにもし皆さんが教養を身につけたいその富裕層の中に入ってやっぱり教養を身につけたいと思ったら一番コストパフォーマンスがいいのは茶道です。なぜかというう茶道っていうのは 日本の総合文化なんですねだからやっぱり茶道をたしなまずに俺様は日本人だ日本人の誇りだ日本人はすごいっていうのはちょっと私はあまり信用しないんですねやっぱり日本の文化を知ってこそ日本人の誇りだと思うんですけれどもそういった意味で茶道っていうのはもう礼儀作法ですよねこの畳の上の歩き方とか畳とか障子の開け方とかそれとかそのお軸 ああいうものを見て、パッとそれが読み下せるとか、まあ、あの毛筆ですよね。それからおれ字、置きレジ、置物、着付け、そのコードを、あと、お墨。そういうものがすべてできるのは、茶道なんですね、まあ。そういった意味で、私は裏線形、もうずっとお茶名までもらっているレベルですけれども、まあ、あの表裏、江戸線形。 あの特にこだわりませんけれどもできればその、まあ、三大御三家っていうかそのぐらいにやってた方がいいのではないかと思います。はははい今日日そこままででですではまた明日 えー、もしそういう富裕層に関するマーケティングとか富裕層のことをもっと知りたいもしくはあなたが富裕層を目指して頑張っているのであればぜひ私のコーチングとか受けてみてください、えー、ホームページマダム h o .com の問い合わせのところからメッセージを送ってくださいではまたそういうことでごきげんようさようなら